こんにちは、アラサー夫婦です。今回はファイヤー達成者夢の対談っていうテーマでお伝えしていきます。最近絶対ファイヤーというファイヤーを目指す人なら読んでおきたいムック本が発売されました。その中でなんとファイヤー界のメッシとエムバペと言っても過言ではないお二人が対談されてました。これまで実例紹介はありましたが、ファイヤー達成者同士の対談ってなかなかなかったですよね。肝心な誰かというと、もうサムネでお分かりのようにこのチャンネルの準レギュラーになりつつある穂高由紀さんと、ブログでファイヤーを達成されたことで有名な人手さんです。この対談の中では実際にファイヤー生活をして感じたことをリアルに話されており、ファイヤーセミリタイヤを目指している方には有益でしかないと思ったので、今回その対談の内容をギュギュッとまとめて簡単にご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに簡単にお二人のプロフィールをご紹介します。まず人手さんです。現在30歳で、なんと私と同い年なんですね。ただ同じなのは年齢と性別だけで、資産額は桁違いです。人手さんは主にブログで収入を爆上げして、わずか6年で資産1億円を形成されてます。いやー、すごすぎますよね。そして現在は会社を退職して、ご自身で会社を設立されているんですね。その会社ではブログだけではなく、オンラインサロンやコワーキングの運営をされたりしてますね。そして YouTube もされていて大人気なんですね。登録者も12万人を超えてます。そして極めつけには、なんと書籍も出版されているんですね。まさに若くして成功者になったというイメージですね。ファイヤー後の現在も月収は500万円プラスアルファある状態で、生活費は株などの配当所得で賄えている状態ということです。これならファイヤー後もどんどん資産が増えていきそうですよね。続いて穂高さんについてです。現在31歳で、ブログを読まれている方は三菱サラリーマンという名前の方が知っている方も多いと思います。2019年に資産7000万円でファイヤー、現在はそこからさらに資産が増えて送り人を達成されてます。配当は月20万円を超えており、プラスでブログ収入や書籍の印税、趣味で取り組まれている農業や林業などからも収入を得られております。ここまで簡単にご紹介しましたが、より詳しくこのお二人のファイヤーまでの道のりや意識して取り組まれてきたポイントなどに関しては、こちらの書籍に詳しくご紹介されていますので、ぜひ一度読んでみてください。ではここからはお二人が対談されていた中でも重要だなぁと感じたテーマ3つに絞ってご紹介していきたいと思います。まず一つ目のテーマは、ファイヤーを達成して一番良かったことはということですね。こちらのテーマに対してそれぞれお二人はどうお答えしていたのかというと、一部内容を簡略化してご紹介していきます。まず穂高さんは、主体的に物事を決められることが一番良かったと。経済的、精神的、時間的な余裕があるので、仕事や興味のある活動をするときも主体的に選ぶことができる。何をするのか、何をしないのか、いつ起きて、いつ寝るのか、たとえ忙しくなったとしても、それは自分で決めたことなので、納得感があるということですね。それに対して、人手さんはどう思われたかというと、もう穂高さんの意見にめちゃめちゃ共感されてました。その上で、やってもいい、やらなくてもいいという、あらゆる主導権が自分にある。これが、まあ一番嬉しかったということですね。これってまさに私たちがファイヤーに求めていることですよね。自分で今日1日、この1週間、ここから1ヶ月、何をするのか選択できる状態ってめちゃめちゃ幸せですよね。仮に自分のやりたいことに夢中で忙しくなっても幸せですし、やりたくないことをやらずに済むだけでも幸せですよね。そして自分の人生の主導権を握っている、会社や他人に縛られるのではなく、自分で人生をコントロールしていくことが一番のこのファイヤーの魅力ということですよね。私自身もファイヤーセミリタイヤを目指し始めた時の原点ってこうだったなぁと改めて気づかされました。続いて2つ目のテーマは、早期退職して思い描いていた生活とギャップはありますかということですね。こちらに対してまず穂高さんはこのように答えられていました。悪い面ではなかったと。いい面では、会社を辞めても単純に給料がゼロになるわけではなく、新たな出会いがあり、興味のある活動を始めたりする過程で収入の多様化が広がっていったことが挙げられますと。
最初は配当金を柱に想定していましたが、実際は農業をやったり本を出したりといい意味で想定外のギャップがありましたということですね。確かに会社を辞めるとその会社からの給料はゼロになりますが、空いた時間を生かすことで新たな収入源になっていったということですね。しかもそれが自分の興味のある活動を通して社会的に新しい価値を生み出して収入になっているっていうのが本当に素敵ですよね。まさに先ほどの主体的に生きているからこそできることですね。続いて人手さんはこう答えられてました。会社員時代はファイヤーそのものがゴールになっていたと。ただそうではなかったんですね。アーリーリタイアというように達成した後の人生の方が長い。その後の人生の幸せを考えていく必要があるということですね。確かに人手さんは30歳でファイヤーしているので人生100年時代と考えると長すぎますよね。やはり自分の人生の幸せって何なのかっていうところは事前に考えておく必要がありますよね。人手さん自身は SNS 等を見ている限りファイヤーした後も楽しく仕事されているのが伝わってきますね。 Twitter とか見てても幸せそうだなと感じます。最後3つ目のテーマはファイヤーする前に不安はあったということですね。これ皆さん気になるテーマだと思うんですよね。ただ一番気になっているのは私自身かもしれません。来年セミリタイア予定ですからね。穂高さんの場合は心配だという発想がなかったんですね。ある程度自信があるというか、例えば何の準備もなく明日からインドに行っても生活していく力が自分にはあると思ってます。日本の場合は社会保障や健康保険も整備され非常に恵まれた環境です。よく言われる金銭的心配にはキリがないです。究極的には自活できるかどうか、例えば農業で作物を作る力とかというふうに答えられてました。これを聞いて皆さんどう思いますか？私は率直にメンタル鬼強って思いました。穂高さん自身は北京への留学や海外での仕事の経験を通じて生きていく力をなんとか身につけていったようですね。こういった経験が自信につながり、どんな状況になっても生きていけるというメンタルに至ってるんですね。実はこういった内容について穂高さんはブログでも書かれていまして、その内容を参考にこちらの動画も作ってます。こちら見ていただければ不安を具体的に解消する対策もご紹介してますので、気になる方は見てみてください。一方人手さん自身はファイヤー前の不安に対してどのように思っていたかというと、柱を多く持つことが大事ですと。最低限の生活費は配当金などで賄えるようにしていますが、投資だけで全力ファイヤーするのはちょっと危ないと感じます。リーマンショックなどもありましたし、それと人とのつながりを大事にした方がいいと思います。最悪助けてもらう（笑）、自分が調子のいい時は周りを助けてあげることを意識していますということです。確かに人手さんのおっしゃるように収入の柱は重要ですよね。特にこの中でも言われている投資だけで全力ファイヤーするのは危ないっていうのはまさにその通りだと思いました。どうしても投資をしていても市場のリスクはありますからね。どれだけいろんな金融商品に分散をしていたとしても、今回のコロナショックのように市場全体が暴落すればその影響からは逃げられませんからね。そこで人手さんが大事にしているのが人とのつながりなんですね。身近なところであれば家族や親戚、そして大事な友達との関係性も今一度見直していきたいですね。決して打算的ではなく、いい関係を築いていきたいと私も思いました。以上がお二人の対談についてです。最後にまとめです。今回はムック本絶対ファイヤーから穂高さんと人手さんの対談の一部をご紹介させていただきました。一つ目はファイヤーして一番良かったこと、これに対して穂高さんは主体的に物事を決められる、人手さんは主導権が自分にあるということです。2つ目、思い描いていた生活とギャップはあるのか、これに対して穂高さんは新たな活動の過程で収入の多様化が広がったと。人手さんはファイヤーはゴールではない、人生の幸せを考えていく必要があるということですね。最後3つ目、ファイヤーする前に不安はありましたかということ、これに対して穂高さんは不安はなかった、日本ならセーフティーネットもあってなおさら安心です、そして究極的には自活する力を身につけるのが大事ということです。人手さんは柱を多く持ちましょうと、投資だけにフルコミットするのは危険かも、人とのつながりも大事にしていきましょうということでした。今回の動画では簡潔にまとめてご紹介させていただきましたが、このお二人が対談で言われていることって、かなり本質的で大事なところだなと個人的には感じました。
よくある節約の方法とか投資手法とか、そういったこう細かい部分ではなくて、本当にこうファイヤーとかセミリタイヤをしていく上での土台となるこのマインド面を学べる内容だったかなと思います。今回ご紹介した書籍の中では、お二人だけではなく合計11人のファイヤー達成者の実例も紹介されていますので、ぜひ気になる方は読んでみてください。ちなみに以前にですね、こちら30代4人家族、資産1億2600万円を10年で形成してファイヤーされたグミさん&パンさん夫婦の実例紹介はこちらの動画でさせていただいてますので、こちらも合わせて見ていただければ嬉しいです。はい、今回の本題は以上になります。さて、毎回恒例の沖縄トークいきましょう。最近ですね、沖縄の難読地名クイズをやっております。皆さんコメントいただいてありがとうございます。前回の問題の答えが左に載せております。こちら金町と王子島ですね。これめちゃめちゃ難しいですよね。この竹をこれ読むのか読まないのか、これ基本読まないと思ってもらったらいいんじゃないでしょうか。特に1番の金町なんて金だけ町で金町ですからね。そして2番の王子島、王子島もまあうと読むのか、これおうでうも含めているのか、これちょっと悩ましいところですが、まあ、これ王子島ですね。天ぷらでよく有名な島ですね。今回のクイズはこちらです。どちらもですね、まあ、有名な地域の名前ですね。でも結構読むの難しいんで、ぜひですねコメントでご回答いただければ嬉しいです。今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。